どうやらここがレッドリボン軍の基地のようだな。ん？気づけろ。お前たち16号、本当に16号、ひょっとしてお前やっぱり俺たちのことを覚え、それがどうした。どうしたって大事なこと、俺たちあの時なんでレッドリボン軍なんかに手を、答える必要はない。ま、待ってくれ。俺たちはこのおかしな波動、お前たちの意思は、やっぱオラたちを本気で倒す気、殺気を全く感じなかった。悟空の言う通りだ。もし本心では軍、すまないが奴を放っておいたら。奴？ああ、21人、俺は21号の指示に従って動いてきた。だが俺が軍から離れて、そうよね、軍から離れたらあいつは二度と目覚めないものね。あなたはさっきの21号、21号だって。一体どういう、この人が21号なら別にかばってないわ。あの時まだ私の力は十分じゃないのに、それよりも16号、何のことだ。とぼけたって無駄よ。あなた、そしてこいつらの力をだとしたら、あら、開き直るの。私に逆らったらあい一応まだかばうつもりは。あれは、あれが奴の死に、あいつ人だから、人造人間だって。短くない付き合いだったけれど、たとえ誰であろうと恨むなら16号、見ろ、こんなもの食らったら。待ってろ、今助けて、待って、クリリン下がってろ。おらん中でもね、悪いけど力貸してくれ。アメアメ、やったか。も、聞いていない。死ね。16号の、でもそんなに悲しまなくても大、今から美味しく食べて、くっ、
気の攻撃。どうした？オラたちを倒そうしたいのは山々だ。待て、なんで16号を破壊し、私に逆らったと。あの子はやりすぎたの。でももういいわ。ようやく私は。クソガキみたい。とにかく準備が整ん。待て、逃がさね。僕は行くぞ。クリリン、放っておいてます。十分力を引き出す。でも残念、せっかくならもっと力。しまった、おやすみなさい。ゴーカー。おいおい、よーい。おお、私のことを知っている。まあ、地球人で私のこと。そんなことより、ナミの人間の詳しい話は後だ。あなたひょっとして孫悟空にリンクして。そっか、さっき。まあいいわ、あなたがリンクしているなら。思ったと、あなたごと食べちゃった方が。それよりもっと。ああ、もう迷っちゃう。やむを得ん。さよなら。しまった。ああ、逃げけど。あ、セル、いくら。この星のエネルギー。まさか、いずれにせよ。